んばんは。2月9日火曜日、時刻は21時を回りました。 C-WAVE 千住でクロス C スタジオ、本日は石原と、はい、三丁目町内会初期のレナでお送りいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組では皆様のメッセージを受け付けております。senju@cwave.jp 千住 @cwave.jp までメールください。よろしくお願いします。はい、この番組はですね、千住で私たちとつながった今注目の方をゲストにお呼びして、ゲストとつながるためのキーワードを紹介する50分のトーク番組になっています。はい、それでは本日のですね、ゲストを早速ご紹介したいと思います。はいはい、こちらにいらっしゃいますのが工藤康弘さんとりかこさんご夫妻です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では簡単にプロフィール読ませていただきますね。はい、足立区政を見守る会の副代表と副事務局長の立場として 3.11 以降本格的に地域活動をご夫婦で始められました。夫婦の活動テーマは安心安全な街づくり。誰にでも活動するきっかけがあるように、夫婦には生涯をかけて、やるべき大きな社会的な、宿命がありましたと書いてあります。結構ちょっと大変そうなテーマなんですが、はい、実はこの後私は朗読が待っておりましてですね、ちょっと緊張しております。よろしいでしょうか。まあ、一言ずつちょっとこう緊張をしないように一言ずつ発しますか。はい、発声いいですか。発声練習いいですか。朗読期待してます。はい、わかりました。お願いします。はい、ではこれから石原がですね、朗読をさせていただきたいと思います。はい、今日読ませていただきますのはこちらの本、はい、茜雲の総集編になっています。はい、こちらの中にですね、工藤さんの旦那様の方がお書きになった、文章がございまして、こちらの方を今から読ませさせていただきます。はい、心に流れた BGM、 工藤康弘。映画や ドラマの名場面には決まって胸を打つ印象的な BGM が流れるものです。卒業のサウンドオブサイレンスは子どもの心に大人の世界へのときめきを感じさせてくれましたし、天空の白ラピュタの君を乗せてに青空のような涙を流した記憶があります。あの日から今日までこの20年の間に心に流れた音楽は時に悲しく時に優しいメロディーでした。事故のあと連絡会の集会で一人の息子からの仕送りで暮らしていた老婆が、その息子を亡くして息子の葬式を出すお金もないとむせび泣いていたのを見て、自分が一番不幸だなという思い上がりを吹き飛ばされたことがありました。この老婆のため、そしてみんなのために自分にできることは何だろう。その思いの果てにオスタカの発行を手伝わせてもらいました。その時の心の中には力強いメロディーが流れていたのかもしれません。私は今、小さな頃からの夢だった建築の設計に携わっています。あの日以来、押し寄せる忙しさの中で落胆したり、葛藤したりしてもがいています。責任は次第に重くなり、待ったなしで毎日が目まぐるしく過ぎていきますが、そんな毎日の中でも出会いがあり、喜びがあり、そして幸せがあるものです。この頃よくこんなことを思います。仕事や生活の中での試練こそが毎日を支えているのではないかと。そして仕事に行き詰まり、焼け酒をどんなに飲んでも試練は消えてはくれないし、自分に課せられた運命からどんなに逃れようとしても、それはさらに悲運にしかならないと。あの日命を落とした戦災の両親は、25歳という若かった私を再起させるために自ら縁を絶つように音信を潜めました。両親に宛てた手紙にある日から返信は途絶えたのです。時が経つにつれて、私はそれが究極的な愛情であると思い知るようになりました。心の中の BGM ははっきりと違うメロディーに変わりました。前向きに生きて幸せになろうと決意を深めていきました。そして私の運命の中には再び出会いという展開もきちんと用意されていたのです。8年という時が流れて、私は一人の女性と知り合い、初めて御巣鷹山に連れて行った時に号泣しながらも歯を食いしばって登っていた彼女の姿を見て、結婚の決意を固めました。彼女なら一緒に歩いていけると確信したのです。
今一番の理解者であり高み合っていける人です。一つ一つ数えたらキリがない試練や苦悩も生きている証拠なのだからと思えるようになったのは、そんな幸福感がもたらしてくれたものなのでしょう。この頃ますます涙腺は脆弱化しているような気がします。毎日のさりげないニュースの中でさえ見知らぬ誰かの幸福に胸が詰まることがたびたびです。人は普通であれば悲しい時にこそ多くの涙を流すようになっているはずですが、私はこの20年の間に生物学的に異常な体質になってしまったのかもしれません。いとまがない秘宝は心を苦しめ、社会に暗い影を落とします。悲劇を重ねぬように戦災の実家を倒壊させた阪神淡路大震災は今もこの手を震わせます。さらには社会のコミュニティが崩壊し、心がすさんだ果てに信じがたい事件がまた悲劇を誘発しているように思えてなりません。悲しみの螺旋は無限に続いているようです。しかしながらそんな毎日の中にも小さな喜びは隠れていて、時に心を和ませてくれます。最近仕事の中で若い部下がもがき苦しんで、それでも立ち上がってきた時に肩を寄せて泣かせてもらいました。映画やドラマの中や日常の中に涙を流すのは決まってそんな喜びに触れた時だけになってしまいました。 BGM はその都度心の中で劇的に鳴り響きました。20年という歳月が私をそんな変異体にしたことだけは確信できる事実でしょう。昨年周囲の人々に支えられて働いた会社で20年の勤続表彰を授かりました。長いようでいてあまりにも短い時間だったような気もします。設計に関与させてもらった建築は100件に迫り、そしてその数だけ苦悩と達成感という喜びがあります。あの事故の後初めて任された大きな仕事を七点抜刀して完成させた時、大交響曲が体の中で鳴り響いたのを今でも鮮明に記憶しています。昭和から平成に時代が変わった年でした。今でもそしてこれからも心の中に BGM は流れるでしょう。静かな捕れ物かもしれないし、ゴジラの登場するような迫力の曲かもしれません。いずれにせよ名曲を流せるかどうかは指揮棒を振る自分自身の心次第だと思っています。平成17年2月26日。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、読ませていただきました。ありがとうございました。いいですね。ありがとうございます。改めてちょっと自分の書いた文章というのを、ね、今耳で聞かれたと思うんですけれども、はい、いかがですか。なかなか才能あります、ね、ありがとうございます。どうですか、私がじゃなくてね、中学生ぶりの音読を褒められたっていう手じゃないんですね。なんだ今喜んじゃったじゃん。それを書かれた時のやっぱり思いを込めて。そうですね、もう10年前なので、うん、はい、体重ももう少し細かったですね。で、まあ、ちょうど女房と出会って、はい、結婚してまたそれも 10年近くだった時かな。はい、まあ、近いですよね、そのぐらいの頃に、うんうんうん、まあ、事故20周年ということを契機に、毎年のように書いてるんですけれども、ね、はい、こういう長文で書くっていうのはなかなかなくて、うん、はい、まあ、長文って言っても大したことないですけれども、うん、はい、はい、本日はあれですね、御巣鷹山に激突したジャンボ機。そうね、だからもう、はい、レナちゃんの世代はもう知らない世代だもん ね平成生まれの子たちっていうのはもう、はい、実際には知らないですね。はい、坂本九さんが野良くんだっていう、そうですね、はい、うんうん、有名な方が出ましたね、はい、いうことでしかやっぱり知らなくて。そうですね、で、はい、事故が起きて、まあ当然たくさんの方が亡くなられたので、はい、ご遺族の方たちが毎年慰霊登山っていうのを行っていて、はい、まあ、そこに毎年ね参加されていらっしゃるですよね。そうですね、慰霊登山、まあ、いわゆる命日が8月12日なんですけれども、うん、はい、
その時はまあ正直言ってすごくマスコミが来るので、うん、我々は、うんはい、私たちは登らないんです、うん、実は、うんうん、そうなんですね。 あえて避けて、はい、静かにピクニック気分で登るんです、うんうん、なるほど、うん、お弁当持って、はいはい、実際ねそこに例えばあのね再婚された奥様を連れていくご家庭もあるでしょうし、はい、そうですね、ご自身だけで登られる方っていうのもいらっしゃるのかなと思うんですけど、まさにその通りですね、うん、でも本当にそれこそ亡くなった例えばご主人の子供のまた子供つまり孫を連れて登ってるご家族とかね、そういうのもそういう方もいらっしゃいますし、ちょっと2人でね登ってるっていうのが珍しいかもしれないですね、うんうんうん、事故があったのは何年前になるんでしょうか。今から31年、ね、31年前ですか、うん、去年が30周年でしたから、でね、さっき放送が始まる前にもこう遺族会のお話をいろいろと聞いてたんですけれども、はい、やっぱり遺族会っていうのができて今当たり前に遺族会っていうものをこうキーワードを皆さん知ってると思うんですけど、はい、なかなかそういうものを組織してなおかつみんながそこに寄り添って毎年集まってっていう風に会をこう作っていったのはパイオニア的な存在だなと思っていて、はい、それが今やっぱ当たり前にねできるようになったんですよ、事故であったりとか、はい、火災であったりとか、はい、まあ犯罪被害者の遺族の会なんかもありますけど、はい、まあ、そういう場所が一箇所あるだけで、まあ、どれだけ、ね、はい、遺族の方が救われてるのかなっていうのはそうですね、第三者から見ても思いますよね。この 8.1 に、連絡会っていうのは、まあ、はい、遺族という言葉も外して、うん、家族という言葉も外して、はい、もっと、うん、例えば事故の、うん、いわゆる示談交渉だとかですね、うん、そういうものもやらないんだと、うん、それよりも心の拠り所になるような、うん、遺族会というのを作ろうということで、うん、はい、始めたものなんです、うん、でちょっとレナちゃんにさっき渡してた、はい、解放の1号、あ、それ、あ、そうですね、うん、はい、これをちょっと当時30年前なんでちょっと写真しか残ってないんですけれども、うん、これが当時、事故後半年から1年ぐらいしてから、うん、発刊した、いわゆるなんていうんですか、解放ですね、うん、今でいうと解放っていうのかな、うんうんうん、でデザインも、中身をこう当時ワープロすらなくて、手書きで書いて、左側あ右が向かって右側もうワープロがちょっと、うん、給料はたいて買ったんでありましたけども、うん、でこんなようなものを作って、うん、いわゆる遺族の横のつながりを、うん、大事にしていこうよということで、発足して、はい、まさに30年経って、そうですね、いう会談ですよ。本当にさっきの文章の中にもありましたけど、その息子さんを亡くしたお母さんが泣いてるのを見て、その瞬間には自分に何かできることないかなって探し始めた瞬間が本当にこの市民活動の一番最初の小さい種みたいな ね僕の原体験みたいなものだったんですね。だけどその後、まあ、暴殺されて忘れちゃったんですけども、まさにその時に実はその人をとつながるっていう、うん、まあその素晴らしさっていうか、うんうんうん、確かに運命宿命として運命がこうたまたま重なった人たちが520人いて、その遺族、うん、家族っていうのが大体3500人から4000人いるんですよ、はい、だからその全部の人とももちろんつながりきれなしないんだけれども、うんうん、未だにその時に出会った人と、うん、まあ、5年10年経って出会うと、うん、何やってたの元気だったっていう単純なつながりがやっぱりすごく大切なんだろうなって、うんうんうん、で今まさにその遺族会のパイオニア的に、うん、皆さんも記憶新しいと思うんですけど、うんうん、福知山の事故だとか、はいはい、信楽高原鉄道事故だとか、はいはい、そういう方たちとも全部今、うん、横のつながりでつないでいるんですよ、うん、はい、そこら辺はものすごく、まあまあ、リーダーがすごかったっていうか、なるほどですね、そうかそうか、やっぱりこうそういう事故はできれば起きない方がいいけれども、もちろんそうですね、でもやっぱり起きてしまうのが、ね、はい、世の中なので、はい、起きてしまった時に自分たちは、まあ、一応こう先輩
であり分かっていることもたくさんあり、はい、かといってそれを押し付けるわけではなくて、うん、ここにいるから、ね、分かんなかったらおいでっていう感じの、うん、緩やかさみたいなのがすごくこう、はい、素敵だなと、うん、先ほどお話聞いてて思ったんですけどね、はい、うんうん、まず先ほどね朗読していただいた、はいはい、実はこの、20年目に書いた彼のこの文章が、うん、この30年目のそのいろいろな取材 の、はい、方たちに影響を与えたというところで、はい、その方たちとの出会いが、はい、まあ、具体的に今ここにいる私たちの存在理由なのかなっていうふうに、うん、まあ、思えるような出会いがありましたので、はい、まあ、その方のちょっとお話を、ね、はいはい、うん、させていただきたいなと思います。私が持ってますが、悲しみを抱きしめてという本になります。はい、これは西村さんという方が、書いた本なんですけれども、去年、TBS のテレビの、記者さんです、はい、有名なニュース23という番組の、うん、専属っていうか今それを担当している記者の方です、うん、でその方が実は、何年前か知らないけれども結婚される時にさっき朗読してもらった文章を、はい、その奥さんになる人に、うん、読ませたらしいんです。でどう口説いたかというと、はい、こういう結婚をしたいんだと、というふうに後から教えてもらって、うん、すごいことになっちゃったなと、うん、すごいことになったっていうのはその知らないところで自分の生き様っていうのが、うん、いい意味でも悪い意味でも、うん、人に影響を与えるものなんだろうと、そうですね、ということはやっぱりしっかり生きていかなくちゃいけないのかな。そうですね。で実際このメディアの報道っていうのはとてもこう難しいと言いますか、必ず正確に伝わるわけでもないし、うん、そうなんですね、で特にそのご遺族の方たちとしては思いもすごく深いものがあるので、うん、そうじゃないんだけどなっていうことを書かれてしまうこともとっても、ね、うん、多いと思うんですよね。私は工藤家に嫁ぐというのはもう当然のことながら分かった上で嫁いでるわけですから、一番やっぱり嫁の立場として気になったのは、うん、はい、その節目節目にメディアの方の取材が入りますと、うんうん、で彼 の思いがまずその報道の方に伝わるのかどうか、うん、はい、で伝わったけれどもその後にどういうふうに報道されるのか、うん、ちゃんと思いが伝わるのか、それによって今工藤家の人々が、うん、今まさに生きているわけで、うん、はい、そういう人たちに何か影響がないかなとか、うんうんうん、やっぱりそういうことばっかり気になりますよね、うんうんうん、そう思い出したらやっぱりこの地域活動をしても何でもそうですけれども、人をこう支える側っていうのはやっぱり表に出なくても支えなきゃいけないことっていうのがたくさんあって、やっぱり30年目の取材にあたってもそういう気持ちでずっと、はい、来てましたね、はい、でこの西村さんに出会って、あこの人なら伝えてくれるじゃないっていうタイミングが来ちゃったんですよね、はい、そうですね、うん、ちょうどは、まあ彼とはその前に会っていたんですけれども、うん、はい、まあ、ここに登場してくるのは私も登場してきますので、うん、当然私がその西村さんとお会いしたのが、はい、御巣鷹山に登山に一緒に行った時でして、うん、でゆるゆるとお話をしながら、そのなぜ彼がこのことにこだわっているのかというと、いわゆるグリーフワークという、うんうん、人はもういろいろな形でね、それぞれ悲しいお別れをしたり、はい、しなくてはいけないけれども、うんうん、それをどんな時間をかけてでも、うん、生かされている間にまた次の自分に生き、うん、再生すると言いますかね、うんうん、はい、そういうことをライフワークとしてやりたいんだっていうことをおっしゃってたんですね、うんうんうん、でそれを聞いて、あこの人だったら友達になってもいいかなって思ってしまったんです、はい、話せることがたくさんありそうってね、で、うん、で実際に我が家にも来ていただいたりとか、はい、して、はい、楽しく、そういうことをそういう空気の中でいろいろなお話ができたので、こうやって顔を出して自分たちで
やっていることをね、うん、伝えたいって思えるような気持ちになったのも、ね、やはりこの方の影響が、うん、あの、うん、背中を押してくれたっていうところは多分あるんじゃないかなと思います。なるほどですね、出会いですね、はい、思います。なんかこう私たちは当事者ではないので、当事者じゃない人たちが気をつけなきゃいけないなってよく思うのが、例えば遺族の方たちっていうのはとってもこう綺麗なもので、きっとこういうふうに思うに違いないみたいな先入観みたいなのが一般の人にも結構ね深くあるんじゃないのかなと思っていて、でも実際皆さん本当に純粋に人間なので、先に死んじゃった旦那さんにマジムカつくと思ってる瞬間もあるでしょうし、そうよね、そんななんか日々そのしくしく泣いてるかってそうじゃなくて、なんかとにかくもう怒りがもう込み上げてきてバカ野郎っていう瞬間だって絶対あるはずなんですよね。怒れればまだいいですね、前に進めるね機動力になりますもんね。あとは悔しいって泣くとかね、感情が出せればいいけれども、感情は出せない方たちって多分ねたくさんいらっしゃると思うね。どこにそれをぶつけていいのかも分からずに、無気力になってしまう方もいらっしゃいますよね。これ始まる前に石原さんと話してたんですけど、その例えば犯人がいれば、まあ変な話その犯人を恨むってことできる、だけどこういう飛行機事故だとか列車事故の場合っていうのは、相手はいるにはいるんだけども、その企業だったり組織だったり仕組みだったり社会そのものだったりすると、そうするとそこにいくらぶつけても個人を責めるわけには絶対いかないし、だからそういうところのその虚しさだとかいろんな考えが渦巻くんだろうなって、まあ僕自身も当初はそうでしたけどね、だけどその老婆に出会ったりいろんな人と出会っていくうちに、いやいや自分っていうのは実は不幸中の幸いって変な言葉だけど、僕よりもっと不幸な人がいるものに対して自分がなんで泣いてていいんだっていう考えの変換というのがあったんですよね、はい、だからまあ自分も泣きたい時もあるんだけども、そんなことよりももっと悲しいおばあちゃんだとか、もう本当生活が大変な人がいっぱいいる。僕なんてはっきり言って、あの仕事辞めさえしなければ給料入ってくるわけだから、ちゃんとやってれば、あの女房を亡くしただけであって、だったらまあ僕はその徹夜してでも仕事帰りにそのさっきの解放を本当徹夜して作ってたんですけども、まあ若かったしね、今じゃ絶対できないできることをやるしかないという感じですよね。まあその当初ねどれだけ荒れてたかっていうのは、あの結婚するともう決まっている頃に、あの彼のねあの独身の部屋に行きましたところ、どれだけお酒飲んだんだっていうぐらいのねボトルがもう部屋中うわーっとあって、私に課せられた、だらしないだけ私が最初にやったのはそのボトルの片付けですね。まあ、そういう時代もを経てきまして、まあ2人でこうやってえ活動をして、まあここのねこのスタジオの皆さんともこういう形で知り合えたっていうのもね、なんかつながりがあるんじゃないかなと思って、泣きから始まってちょっとほっこりしてきました。もうぜひとも後半はあの前向き発言していきたいですね。ちょっとちょっとこの辺で切り替えてみたいですね。もう今日はね皆さんに感謝の気持ちを込めて、って思ってますので、あの最後はそういう方向に、そうですね、じゃあこのあたりで一回曲を入れましょうかね。そうですね、はい、それではここでノアさんの君の音をお聞きください。どうぞ。今君のいない空見上げて語りかけて、明日のことなんて
誰にもわからない。昨日を悔やんでみたり、明日に夢見る僕の未来なんて、誰にも見えない。いつどんなことが起きるかもしれない。当たり前の日々のようで、この星も呼吸している。君の分も生きてゆこう。時代は巡るけど薄れないものがある。新しいもの古いものをなくせないものがある。あの日のこと伝えながら、この星と共にしていく。
小野光平と申します。27歳になります。静岡県の伊東市、勤務職7年ですね。田舎に帰って、静岡県の田舎に帰って向こうで開業したい、開業するってだけの目標で帰って成功するかっていう不安もあるんですけども、まあ、何かしらもっと大きなビジョンを持っていきたいなって思いはずっと思っています。森坂よしこです。介護系をやりたくてここに入っていて、入社してから1年でデイサービスができたんですけども、現場責任者をさせていただいてまして、キャンは自分のやりたいことをすごく尊重してさせていただける会社なので、福祉系以外の医療系の資格が取りたいなと、そういった資格を取って、まあ、ここで活かせていけたらなと思ってます。名前は舞田純と申します。出身は青森県の十和田市。今これを見てくれてる森の方は、僕は1年生の人たちかな、もしかしたら僕はその時3年生でっていう感じ。他の会社と違ったところが、開業支援してくれるっていうのを割と前面に出してくれてたんですね。東京でまあ勉強することもできるし、それのノウハウをまた自分の故郷とかに持ち帰ってやることもできるっていう。この番組は人と人を笑顔でつなぐ千字でクロスがお送りしております。提供は町に元気を与える教育・医療・介護の株式会社キャンでお送りいたします。ノアで君の音をお聞きいただきました。この番組は株式会社キャンインターネット放送局 C ウェーブ7階ブースからお送りしております。この番組では皆様のメッセージを受け付けております。 senju@cwave.jp 千住 @cwave.jp までメールしてください。はい、はい、ということで後半いきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうやらメールが届いているということなので、はい、では紹介お願いします。工藤さん、ご夫妻様、上村様、スタッフの皆様、先週はお世話になりました。工藤さん、今日は真面目なお話になると思いますが、スルメイカのようなトークを期待してます。アフターの飲みもほどほどに、かっこ笑い、イコーファーム山崎さんからいただきました。ありがとうございます。先週のゲストの、ありがとうございます。遅くまで噛んで噛んで味を出せってことですね。そういうことですね。しかもこの後飲んでるのもバレてるじゃないですか。おかしいな。はい、ということで、まあ、前半はですね、はい、活動のベースになった出来事を振り返っていただいたんですけれども、はい、このベースがあって、お二人の活動が始まっていて、まあ、それこそ偶然この足立区にお住まいで、実は関わりが深かった出来事っていうのがあるんですよね。そうですね、はい、はい、まあ、記憶に新しい人もいらっしゃると思うんですけれども、10年前、まあ、正確にはもう11年前になっちゃうんでしょうけれども、はい、竹の塚に大きな踏切がありまして、日本有数の開かずの踏切って言われて、はい、1時間のうちに52分閉まってる。閉まってるんですか。そうなんです。8分しか開かないという。大変なんですよね。っていう踏切があって、うん、はい、それの原因で、当時2人のおばあちゃんというか、うん、お年寄りと2人の、はい、ちょっとよく覚えてないけど方が怪我をされて、うん、はい、まあ、悲惨な事故が起きたと、うん、はい、いうことがあって、先ほど言ったように 8.1 に連絡会っていうのが、うん、はい、まあ、そういうご遺族ともつながっていくということで、うん、その事故の後にやっぱりつながって、うん、私もそのご遺族と、対面して、うん、で、まあ、縁ができたと、うん、いうことが実はあったんですね。で、まあ、竹の塚に私も住んで、まあ、夫婦で住んでるんで、うん、それをきっかけに連続立体交差って専門的に言うんでしょうけども、まあ、駅を踏切をなくそうということで、はいはい、高架化を今してる、うん、工事をしてるんです、うん、はい、それがきっかけで、うん、やることになったと、はい、でそうすると当然、まあ、町のなんていうんですかね、うん、
作りがガラッと変わる、はい、これから、うんうんうん、でそれというのはまあいい意味でチャンスだし、うんはい、そうですね、それを、まあ、言ってみれば行政任せにしたくないなとか、うん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 、鉄道会社の、まあうんうん、その考え方でだけでやっていいんだろうかと、うん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 、いうような考えがどうしても、うんまあ、僕も職業柄そういうものを敏感に感じ取ってたもんですから、うんうんうん、そうですね、その職業の話をちゃんとしてないかな、でも設計の話もしたよね、うん、あそうですね、はい、であのたまたま、うん、うん、駅を、うん、駅建築鉄道建築系の設計をなりわいとしてたもんですから、うんうんうん、まあ、区民の目線で駅作りを見てみたいなと、で、まあ、自分では、まあ、好き勝手なことやってきて、うん、まあ、こういう過去には、はい、作品を、うん、作品って言ったって僕は担当者だよ、別に自分のお金で建てたわけでも何でもないんだけど、これ JR 東海さんの、島田っていう、うん、静岡県にある駅なんですけれども、うん、ちょっと町の明かりの中できっちり町の中心になれるような駅作りを目指して、やった、まあ、デザインした駅だったんですけれども、こんなようなのをやってはいるんですけれども、うん、はい、ありがとうございます、うん、そういう、行政側がやっていくものに対して、うん、はい、何らか活動していきたいなっていうのがあったんですね。すごく実はニーズが高いと思うんですね。竹の塚の人たちってずっと駅なんとかしてほしいなって、はい、そうなんですよね、ずっと思って、お隣の西新井がね、ぐいぐいこう来てて、うん、なんだこの竹の塚の最弱感っていうね、うん、市民の方たちはね、ちょっとね、みんなね、うん、思って、ちょっと残念な感じのね、東京都最果てですからね、そうですね、でな、うん、さらにこう新しく引っ越してきた人たちはなんでここ工事してんのかなっていうぐらいにしか思ってないのかもしれない、うんうん、ですけど、実はこうやってね、いろんな方のこう努力があって今に至るので、本当こう市民活動って大事だなっていうふうに、ね、うん、感じますよね、うん、で事故そのものをもう忘れてる方が、うん、まあ、10年でいらっしゃって、うんうんうん、なんで作ってんだっけ、うんうんうん、でそれと去年実はもう一回踏み切りで死亡事故があったんですよ。あ、そうなんですか。でその時に、うん、まあ、本当の真面目な意味でその事故現場を見に行って周りの人たちの声を聞いたら、うん、そういえば10年ぐらい前にも何かあったわよねっていう、うん、何かあったわよね程度なんですよね、うん、あ、人間ってこんなもんなんだなって、うん、でそれはひとえに、これは僕の本当に偏見かもしれないけれども、うん、事故が起きるとその何か、例えば実は竹の塚のところにも名盤があるんです、はい、事故が起きました、うん、何年前にありましたよっていう名盤ある、うんうん、それも本当に目立たないところにポツネンとあるだけ、うん、でまあそれは目立つところにあっても僕は同じだと思ってるんですけれども、うんうん、人々の記憶の構造だとか、うん、その町を作る文化だとか、うん、そういう生活の中に染み込んでないんですね、うんうん、だから忘れちゃうんですよね、うんうん、で先ほどまあ、僕はずっと駅を設計してきたりとかして、はい、うん、自分で勝手に感動したりとか、うん、自分の設計した建物に愛着を感じるっていうのと同じように、うん、街に愛着ってどうやったら生まれるんだろうということをずっと考えてまして、うん、まあ、一つの言葉で言うとワークショップステーションというキーワードを作ってたんです、うんうん、はい、区民参加による駅づくり、うん、まあ、今回駅だけじゃなくてよくて町づくりも含めてなんですけれども、そういう活動っていうのが、おそらく 僕らができる今その過去のいろんな経験からくる、一番表現できる方法なのかなということで、今、まあ、3.11 が一つのきっかけではありますけれども、それが背中を押して、始めたと。なるほど。はい、第1回目ちょっとまあ、お招きした方だけで、うん、まあ、ワークショップの開催だったので、うん、まだ現在こうオープンっていう形ではないんですけれども、うん、まあ、いずれもう自由にね、うん、そういうふうに、うん、まちづくりに関して意見が交わせるような、うん、そういうワークショップにまでね、うん、しっかりと土台固めができればななんて思っているんですけれども、うんうん、そうですね、やっぱりこう実体験が伴うってすごく大事なことだなと思っていて、うん、こう市民活動の肝って、うん、どれだけ自分ごとにできるか、うん、
だと思うんです。ですね、ほとんどのこと自分と関係ないじゃないですか。で、こう介護をされる側でもなければ、うん、自己遺族でもなければ、うん、まあ、そうい う, こう自分じゃないことに対してどれだけこう、うん、まあ、感情を移入して、うん、自分だったらどうするだろうかとか、うん、今この人何が欲しいのかなとかっていうのを考えられるようになるにはやっぱりこう自分ごとにできる強さみたいなのがね必要だと思って、 そこのきっかけにやっぱそのワークショップみたいな体験が、うんうん、絶対必要ですよね。そうですね、まだまさにまだ去年1回目ようやくたどり着いたところでして、もう今月まあ第2回目やるんですけども、でさらに連続して一緒に街を歩いたりとか、子どもたちを呼んで、子どもたちってだって中学生とか高校生にも考えてもらおうとか、私自身 の, 友達でもある建築の専門家だとか街づくりの専門家を逆に呼んじゃってね、なるほど、僕も一緒に混じって激論してみようかなとか、専門家だけのね、なるほど、これが楽しみですね。どんどん重ねることで、実は竹の塚に来て今から、あと 5,6 年かかるんですよ。で、別にその完成が目的じゃなくて、それをきっかけに、町の人々がその駅ができてからもどんどん変わり町に対して、私たちの町はあの踏切事故があったから、私たちは安心して暮らせる町っていうのはもう他にも勝れる、もう絶対これだけはもう他には譲れないんだというような町の文化っていうものがもし作ることが少しでもできればね、僕らの存在理由っていうのがあるのかなというふうに今思ってます。そうですね、中学生がちょうど大人になる頃に、そうですね、僕たちこの駅を作る時に、こんなことやったんだよとか ね思って、それこそ愛着だよね。本当今中学生ぐらいの子供たちが成人するまでの間に駅はできていくんだけど、つまりいわゆる不便な駅、今すごく不便なんですよ、仮の駅だったり、通路が変わったり、そうなんですよね、それをスタバがないしね、そうです、なくなりましたね、完成してないところで逆にだからそこに思い出が染み込むはずなんですね。なるほどね、それをやっていきたいんですよね。作ってる途中もみんなで体験したというか、その不便な時もみんなで共有したわけですからね。そうだそうだ、でやっとできたぞって言える時が、そうですよね。ちょっと自慢げに、何年後かに、できれば今使っている古い駅舎が壊される時も、みんなで別れ会ぐらいしたいなと、なんか、ね、例えば絵をみんなで描いて、飾り立ててあげて壊されていく、そうですね、儚い絵かもしれないけれども、最後に、まあ、ちゃんと綺麗にしてあげるということも必要なのかなと思うんですよね。そうですね、結局このワークショップっていうのは、私たちがその 8.12 連絡会以降にその知り合った足立区政を見守る会というところの、コアなメンバーの方たちが本当に気持ちを寄せてくれていて、やっぱりこういう形で私たちを前に出してくれたんだなと思って、その出会いにもね、すごく感謝をしてますし、出会いっていうのはもうそういうきっかけにね、若くして、代表をやってるゴミ拾いのリーダーがいたりとか、そうなんですよ、なるほど、いいお所ですね、そういうところで知り合って、今日はなんか客席の方に、マラソンしてからゴミ拾いに来る変な人もいたりとか、そうですね、今日なんか来てますけどね、そこにね、ちょっとビールが飽きそうですけど、そういう人たちと出会えるっていうだけでもね、確かにそうですね、ものすごくやっぱりこう出ていいなって、まだ感想を言うような時期じゃないですけども、ね、これからですけどもね、そうですね、これからの私たちがどういうふうにこの、まあ、前半にお伝えした気持ちを、まあ、具体的な形で、進めていけるか、前に進めていけるかっていうことで、
多分皆さんに見守っていただくしかないのかなとは思っています。それに対して本当に出会ってくれてありがとうっていう気持ちを皆さんに対してね、そうですね、思えれば本当にありがたいです。ちょうどこの間ね、ここでアダワングランプリのね撮影したじゃないですか。そうですね。で私うちのボランティアの学生ちゃん一人連れてきてね、参加させたんですけど、こんなに市民活動が活発なのかっていうのはやっぱり外から来た子驚くんですよ ね、 そうですね。なんだこのおばちゃんたちのパワーと圧倒されたと。自分の方がはるかに若いのに、半分しか自分生きてないのに負けそうみたいな感じで言ってて、そこってやっぱ足立区のすごいいいところで、これだけやっぱり市民の人たちがこう声を上げやすいというか活動しやすい、こう緩やかなこう文化があるので、もっともっとこういろんなことをチャレンジしていけばすごい面白いことが起きる。誰かが見ててくれるっていうのがすごい嬉しいんですよね。どっかで誰かがね見てるねずっといきなりほっとこう、見たよとか言ってくれてね。まあね、それはありがたいですね。そうですね。なので、足立区でこういう活動をさせていただけるっていうことに、もうそれだけでもすごく感謝をしてますし、普通に考えると足立区って聞くとすごく大変な区じゃないですかね。いろいろな意味ではね、いろんな意味で大変でね、それは外から見たら多分わーって思うような大変なことがいっぱい起きてるんだけど、そういうところだからこそこうみんなが力を合わせてる感じがすごいいいなと私は足立で活動してて思うんです。変なこと言うとね、何言ってんだこの人はみたいな感じで思っちゃいますよね。ね、そうなんです、そのあったかさが足立の良さかななんて。そうです、ね、大変ですけどね。大変です、いろいろありますから、ね、いろいろでも物価安いしね。物価安いし、ね、家賃も、ね、土地もまあまあ都内の中では安い方ですし、ぜひ引っ越すなら足立区に。足立区へ飲み屋にも困らないし、ね、そうですね、その周りもいろいろありますね。そうですね、またこう大学がね先週にこう入ってきたことで結構人の流れも変わったりとかで。変わりましたね。先週もね、学生くんたちと飲んでたけど。そうですか。そうなんです。そんな交流も、また交流を深めて、広めて深めてされてるんですね。ワークショップに絡みまして、ね、そうなんですね、はい、そう面白いですね。なんかいろんな建築のね学科の子たちなんかもいるから、いやそうなんです、これからそっちにちょっと職種を伸ばしたいんです、うんうん、そうなんですね。ここでこの間出会ってはいるんですけど、なるほど、そうですか、はい、じゃあ今後ね、また展開が楽しみで、はい、そうですね、またね、皆さんにこんなことやりますよってね、お話ができるように、そうですね、私たちも頑張ります、うん、じゃあ最終こう今年の抱負とかいきますか。急に振ったけど。私はもうずっとずっとずっとサポートサポートと思ってたので、うんうん、絶対に去年までは顔出しはしないぞと、うん、写真も出ないぞと、うん、そのポリシーを貫いてきたんですが、はい、やめました。ついになので、はい、これから出まぐってます。なるほど、はい、はいはい、これからはもうバンバン出ます、はい、よろしくお願いいたします。応援してください、はい、ではどうぞどうぞ。まあ、抱負っていうほどでもなくて、はい、うん、今年も、うん、頑張ってこの今の活動を、うん、地に つけていきたいなと。なるほど。ちゃんとみんなに理解してもらって、うん、分かってもらいたいなと、うん、そんな気持ちです。はい、わかりました。皆さん、工藤さんご夫妻をですね温かい目でぜひ見守っていただければと思います。今日の放送はいかがでしたでしょうか。最初でちょっとこうシーンとしたところから始まりましたが、はい、実はこんな賑やかな人たちですので、はい、これからも、来月は何日ですか、工藤さんの、第1週ですね。1週ですね、はい、1週は、はい、奥様の方がはい、MC をやりますので、はい、ぜひ楽しみにしていてください。またよろしくお願いいたします。はい、それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。また来週。ありがとうございました。ありがとうございました。